熊本市北区植木町で12年ぶりに夏祭りが復活しました。山本夏祭りは植木町の山本小学校校区を中心に長年開かれていた夏祭りです。しかし祭りを運営していた地元青年団が後継者不足などから休団、12年間祭りを開くことができませんでした。今回この地区出身のシンガーソングライター東田智博さんらが中心となって地域のつながりを深め、子どもたちに地元に愛着を持ってほしいと復活させました。大きな一つの家族のような村で、その大きな家族の記念日のような、そんな一晩にしたいなっていう。祭りでは植木さんのスイカや焼き長ナスを頬張る子どもたちの笑顔が。祭りの最後は子どもたちにとっては初めての、大人にとっては懐かしい花火が上がりました。